マニラライトレールトランジットシステム2号線、または MRT-2000、通称メガトレンはフィリピンのマニラ首都圏で運営されているマニラライトレールの路線である。ライトレールトランジットオーソリティによって運営されているため、以前は非公式に LRT-2000 とも呼ばれたが、ライトレールではなくラピットトランジットの特徴を備えているため、 MRT-2000 が正しい。MRT-2000 は1970年代に計画された後、2003年にマニラ都市鉄道の3番目の路線として、またマニラライトレールの2番目の路線として開業した。以前はパープルラインとも呼ばれていたが、2012年のラインカラー変更後はブルーラインと呼ばれている。全長 13.8km11 の駅を持ち、 ほぼ全線が高架鉄道となっている。主にレクト通り、レガルダ通り、マグサイサイ通り、オーロラ通り、マリキナインファンタハイウェイに沿って東西に走っている。1日20万人の乗降客数があり、マニラライトレールとマニラメトロレールの3路線の中で最も空いている路線である。輸送力は1日58万人で、まだ余裕があるため、利用者を増やす施策が計画。 または実行されている。クバオ駅にて、MRT-3000 アラネタセンタークバオ駅と、プレサ駅にて、フィリピン国鉄線サンタ、メサ駅と、レクト駅にて、LRT-1000 ドロテオ補正駅と乗り換えが可能である。営業時間は平日は午前5時から午後10時まで、土日宿は午前5時から午後9時30分まで。ほぼ毎日営業しているが、 4月の正週間は整備のため運休となるほか、運休する日を新聞や駅にて案内している。1996年、MRT-2000 計画が正式に開始した。建設は、住友商事、関心グループ、伊藤中商事らが受注し3月に開始したが、契約には不自然な点も多くフィリピン政府の捜査が行われたため、建設は遅延した。二千年、 再入札の末、丸紅、バルフォア BT、東芝、大宇宙工業を中心とする企業連合であるアジアヨーロッパ MRT 団体が落札、計画が再開した。2003年4月5日、サントラン駅クバオ駅間が先行を開業した。2004年4月5日、クバオ駅レガル大機間が開業した。2004年10月29日には、 レガル大駅レクト駅も開業し、全線開業となった。各車両形式の詳細については、それぞれの車両記事を参照のこと。MRT-2000 レクト駅と LRT-1000 ドロテオ補正駅を接続する、歩道共前駅は、近代的な設備を整えている。プラットフォーム会とコンコース会が分かれて、バリアフリーを念頭に設計されており、階段、エスカレーター、 エレベーターが設置されている。コンコースには、券売機や改札の他にトイレがあるほか、全駅にキオスクが設置されている。また、クバウ駅など一部の駅ではコンコースが隣接するショッピングモールと繋がっている。プラットホームは、サントラン駅が島式ホーム、その他の駅が対向式ホームとなっている。LRT-1 線及び MRT-2 線と、 同じく距離性を採用しており、12ペソから15ペソである。これは2004年4月にアロヨ大統領によって定められた運賃であり、ジープ2よりも少しだけ高くなるように設定されている。このため、政府はロール他に対し1人当たり約45ペソの補助金を支払っている。身長が102センチメートル未満の子供は無料で乗車できる。 2015年7月20日より非接触式 IC カード EN ビープが導入されている。購入当日のみ使用可能。20ペソでカード自体を購入し、最低10ペソから最高1万ペソまでチャージ可能。LRT-1000 及び MRT-2000 と MRT-3000 で共通で利用できるほか、マニラ首都圏の一部のバス路線。 高速道路の料金所のほか、ファミリーマート、サークル系等でも利用可能な電子マネー機能を搭載している。2014年1月31日にフィリピン運輸省は非接触式 IC カードの導入を発表している。LRT-1 線及び MRT-3 線と共通で利用できる予定。サントラン駅の東側メートルの延伸が計画され、 2012年9月に承認された。リサール州カインタのエメラルド通り付近にエメラルド駅、リサール州アンティポロのマシナグジャイクション付近にマシナグ駅が設置される予定。レクト駅の西側 8.0km の延伸が計画されている。ありがとうございます。